コンガっていうのはやっぱり銅が長いのでこの辺だけが鳴るのかちゃんとこの銅を使って下の方まで鳴るのかによって音の感じが変わるんですよコンガでもそうだしそれ以外の太鼓でもそうなんですけどこのような形になっておりますえー、全ての太鼓というのはですね筒がありますね皮があって筒があるわけなんだけれどもこの筒の方向に基本的にはこういう形でエネルギーを 送ってあげるエネルギーを伝えてあげると、まあ、それに比例した音量音圧なりというものが得られますはいなので「今が鳴らしてーはわ」っつってねビギナーさんがぶち当たる壁として「今が全然鳴りませんと」とバンドの中で聞こえませんとかね吹奏楽部で叩いてるんだけど外から聞いたら「今がのど聞こえません」ですね音量欲しいです鳴らしたいです」ってことあると思うんだけどもじゃあそのためにどうしたらいいのかっていうねはいエネルギーを大きくしましょう。 エネルギーとは、スピード、速さの事情と腕の質量、与える重さですね。まあこれちょっとなんちゃって物理学というか、えー、一般的なその物理法則を楽器用に分かりやすく <laughs> したっていう感じなんで、ちょっと厳密なあのツッコミはご遠慮いただきたいんですけど、漠然と考えてた人は、何を変えたら今後の成りって変わるんだろうっていうところですね。はい、もうシンプルです。スピードか質量。 スピードか質量、速さか質量です。ショットスピードっていうのは、この打面に当たるっていうかね、まあ、銅に対してこうエネルギーを送るわけなんだけれども、まあシンプルにこの速さですと。はい。で、問題は質量よ、質量。え、これ質量ってどういうふうに換算したらいいのと思うかもしれないんだけども、ざっくり言うと、この腕をね、どこまで使うかっていう、使い方っていう感じです。 指先だけ使うのか、肘から先、前腕部分を使うのか、もっと根元の方までいって、この肩の上腕部分からすべて使うのか、あるいはもっともっと根元の方までイメージして、体の中心、ここからもうすでに腕が続いているんだぞ、ここからここまでの質量を。 落としてあげるイメージ、えー、末端だけだと、まあ、なんとなくイメージしていただくとわかると思うんだけど弱いよね。まあ、早くこう細かい動きはできるかもしれないんだけどもエネルギー量としては弱いという感じなんでどこからエネルギーを持ってくる言い換えるとスピードと質量なんだけれども質量に関して言うと <laughs> この腕をどこからどこまで使うイメージを 持つのかっていいうところでございます、はい、で今これ座ってんだけど立想してる方が実はエネルギーの与えられる与えられやすさは与えられやすいですね特にこう全身を使って体の重さまで使って、えー、叩くことができるんで 立層できる方は実は立層した方が今後は良くなります。で、初めてやる人でちょっとそこんなこと言われてもいきなりそんなスピードとか質量とか調整できないわっていう人は、とにかくこの落下させるっていうことがまず第一歩っていう感じ。はーっとこう持ち上げてお手上げってやっていただいて、こう糸で吊るされてると思ってね、ここからはーってこう、息吐きながら落とす。はい。は 瞬間的に自分のこの支えているものがすべてこうなくなったと思ったらうまくこう力が抜けてるとこの腕の分の重さが <laughs> 太ももに当たって太ももが痛いはずなんですよ。で大体、えーまあ、人にもよりますけど4キロから6キロぐらいありますから。 人を殺められるレベルで重いんですよ、腕って。なので、この重さをどうにか瞬発的に、こう、振ってね、抜いて、この太鼓を鳴らすのに利用できないかなっていうことを考えていくといいかなと思います。はい、あと、重要なのは、まあ、この図で分かりにくいんだけど、この筒に対しての方向ね、エネルギーの方向が当たり前なんですけど、こう入るのが一番効率いいわけ。<laughs> 分かるこの筒に対して。 垂直方向あるいは、えー、例えば <laughs>、まあ、極端にあるけどこういう放物線を描いたとしても最終的にここにこの筒に対して垂直に入るエネルギーの入り方が一番効率がいいわけロスがなく自分の与えたエネルギーがそのまま、えー、音圧に変わるというふうになるんですけども 意外とねこれができないどうなっちゃうかというとこの筒に対してこう斜めにいっちゃうんですね例えばこれコンガーだとしてこう入ってほしいんだけどこうこういうふうにいっちゃうっていうかねわかるこれとこれの違いありがちなのがこのリムに対して当てるっていうね このコーのコンガ縁に対して当ててこう反動で叩いちゃうっていう方が大体ですね2人に1人ぐらいの割合でいるんですけどこれはかなりエネルギーのロスなんですねじゃあどうしたらいいかっていうともうイメージとしてこの円の中とにかくこの筒の中に送り込む 斜め方向ででははなないいいいっっててううここととすね。ダメっていうことはないんだけど、エネルギーロスだよっていう話。だからあんまりならなくて疲れちゃうとかねなんかすごい頑張って叩いてんだけどなかなか音量出ないわとかね手が痛いわっていう人はこれをちょっと見直すだけでだいぶ変わると思いますその力の方向エネルギーを与える方向が適切なのか無駄がないのかえ9、ー、番スタイルでね やってる人は、こう足に挟んで、えー、え、筋トおよびコンガがこう傾くような形になると思うんだけども、やっぱりこの時も、このエネルギーが垂直に入ってほしいから、傾けた場合はこ、こう、ちょっと傾くわけね。だからそれになるように、この椅子の高さを調整する、あるいはコンガの高さを調整するってやってあげるといいかなと思います。コンガっていうのは、やっぱり銅が長いので、 この辺だけが鳴るのかちゃんとこの銅を使って下の方まで鳴るのかによって音の感じが変わるんですよ。で下の方まで鳴らすには一定以上のエネルギーを送らないとなりきらないことが多いと思います。でこれは個体差があります。今後によって下までなりやすいなりにくいっていうのがあるからそれによって必要なこう <laughs> エネルギー量が違うっていうか逆に言うと で例えばなりやすいの今回どういう今回かっていうと LP のパタートモデルとかクラシックモデルとか、えー、そういうやつ、まあ、いわゆる超スタンダードっていうやつねそれは割とエネルギーが伝わりやすいので例えばその今回鳴らしたいってなった時にスピードと腕の質量なわけなんだけれどもやっぱりこれって小柄な人とか、えー、筋肉量が少ない人骨が細い人は <laughs> 不利じゃないですか。 って思い,ませんいわゆるそのアフリカ系の黒人さんたちと明らかにその体格が違うからこれ絶対かなわないんじゃないかって普通思うじゃないですかでまあ普通にやったらそうなんだけどじゃあどうしたらいいんだろうってねじゃあその黒人さんたちと例えばもう我々って言っちゃいますけど我々日本人のようなちょっと小柄な体格 えー、小柄な骨格の場合はやっぱ腕の質量がなかなか伝えづらいっていうところなんで、まあ、スピードなんですよねスピードをどういうふうに開け、えー、ていくかっていうところと、まあ、ここには書いてないんだけどさっき言ったようになりやすさエネルギーの伝わりやすいコンガっていうのが存在しますのでちゃんと伝わる楽器を選ぶっていうところですね。